落石あり。工房山の標高高い。今何3時？2時？今もう2時です。ああ、今大丈夫ですか？いや、結構かかるかかと一週だから。一週経って道が合ってない可能性がある。このルートが無駄になる可能性もある。大丈夫です。うちの存在無駄。何の無駄にさ、歩きたくないの？歩きたくなくても。うまい。だっこだっこ。本当？さっき水飲んだよね。あ、だっこね。水かもしれない。水かもしれない。水飲まってやるよ。水かもしれない。ちょっと待って。超見てる。いや、下舐めずりしたってことだけど、水の可能性がマジで。寒い。寒いよって。水飲んだらじゃあ歩くかもな、これ。もういいかい？もういいんだ。ちょっと待って、どれだっけ？入り口が分かんない。ちょうどこれ下降りてくるんだし。え？この道もすぐ行けばいいってことじゃん。うん。ポポ下ろす？なんか多分悪くても。はい。喉乾いてるだけ濃い。ここは車通る心配もないから。関係者以外は通らない。うん。あの子めったに来ないでしょ。てかさ、前から来ると思う。来るとしたら。うわ、寒いな、今日やっぱ。風強い。うん、今日やっぱ、あの、恵子さんの言うとおり、これも来ていてよかったの。これ、ここから降りていった方がいいのかな。いや、でも、まっすぐで。多分、この道で合ってると思う。ぐるーって回るんじゃないかと。で、俺は思うけど。あー、楽しい。の方からよく見るあの山かと思うよ。あ、つくえ湖から見えたあの山でしょ。ゴルフ場かなみたいな。ああ。ね。ついこの間まで雪すげえ。ここにサイド見たら雪がもろくと積もってる時だからね。あー、この道か。はい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 。行けなかったね、確かに前は。ここの閉鎖時間ちゃんと見たら。いや、閉鎖しても何も、くるって回ればいいんだもん。あ、そこから出てくるのか。うん、だからね。じゃあ、あの階段登るの？あ、やっぱ4時までだよ、ほら。時間。5時までじゃん。今はね。うん、私が見たらそうだよ。ね。あ
壁ぐちゃ、犬侵入禁止に見えちゃったりして、糞は飼い主が片付けていきましょう。あー、これね、あのね、迷惑の人だって話し声が良くないって言うの、どこだっけあれ、あつくばさんか。おあすげえすげえすげえ、こういう道なんだ。ああ、まあ行けなかったもんな、これ。ほら、見ろ、こっちの楽しいじゃねえかよ。どれがいい山行こうって言ったの。アホかっつね。山じゃないよ、私山登りたい。山山。あーすごい綺麗。すごいね。ほら、見ろ、こっちの。行ってるの。あ、野球少年か。あー、この桜の舞い方いいね。おしっこしたい。これカキーンって構えてるんだけど怖いよ、カキーンってポプタボールですって言って、ポンタリウムこれ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 、花びら花びら、なんかさ、ちょっとこっちになったなって色々あったじゃん。うん、なんか他の人とのやりとりでなんかちょっと楽しそうね、なんか印象良くないからやっぱりやっぱり、おしっこしてあげよう、注意して進みましょう、登れないっけ、登んねえだろこんなとこよ、あ子供とかアホは乗るんじゃない、あ登りそう、子供は乗るよ、ジャングルジーニングだよこれ、ちゃうっちゅうの、ええ、こっちはここ来て正解だったよ、旦那に感謝しよう、感謝はしない、うん、私さんとしてはさ、うん、あれさ、うん、次の日の女の日は良かったと思う、良かったんじゃない、繁殖させてんの、もうね、タイプ探さないと人工的に、うん、あの1年経ってるってことがあるのに、もうあれとってもおじいちゃんってことだよ、まあね、水人間でいるとかね、おしっこしたい、どうしようかな、一回としてからちょっとびっくりさせてしまうところ、どこでしようかな、どこでちょろちょろしようかな、何ちょろちょろ、何がちょんちょん、いやここ無理だもん、別にいいけど、バレ、
ちょっと待っててね。